8月の雨、9月の頭の雨があったらだいぶ応えてるんでね、草が多い畑もある。これはまだ上々な方、お客さんも楽しみにしてもらってるんでね、なんとかやっぱりいいそばを提供したいなというふうに思ってます。普段も一つやで、ね、いつも一つもすみません。いいよ、この子はこの子によって動かされる、わかる？もう添えるだけです。うん、添えるだけ。いただいてるけどね、やっぱり新そば美味しいですね。香りが違うかなと思います。うん、美味しかったですよ。本当に美味しいですよ。早く行く、早く行くって。旦那様でございます。梅雨です。
ここの畑はまだええねん。ただやっぱりどんな畑もあるんでね、8月の雨、9月の頭の雨があったらだいぶ応えてるんでね。だから草が多い畑もある。これはまだ上々な方。まあでも平年並みやとは思ってるんですけどね。だからお客さんも楽しみにしてもらってるんでね、なんとかやっぱりいいそばを提供したいなというふうに思ってます。この石臼に入れたやつをこの下からこの石臼で引くんですね。これですか。はい、これはどういうだよ、ね、あのこねたやつを、はい、ロールにする作業というか、手打ちで言ったらこう鉢にこう粉入れて水でこう固めていくと思うんですけど、はい、でその ある程度固まったやつをこうやってなんていうんですか、一つのダマにする。ですけどね、まあ、それの代わりなんですよ。これがまあ言うたら水入れて、はいはい、こう鉢でこねてはるのを、
でこっちはそのこうダマに固めるのをこの機械でロールにするという感じです。大変という思う部分と、なんていうんですかね、やっぱり、ここの蕎麦屋さんは人気あるねんなってはすごく思いますね。まあ、あくまで僕の感じですけど、はい、まあ、そのやっぱりその口当たりというかっていうのもやっぱちょっと違いますね。こっちのやっぱ新蕎麦の方がちょっとツルツルしてる感じはしますね。ごぼうです。ここは創業100年もっとやな。米沢の豆腐店でね、米沢豆腐店、ちょっとこだわりなあげ、先代からもう4代目ぐらい違うかな。普通のスーパーで売ってる揚げさんやったらみんな形が同じやけど、こういうまだらな分厚いのとか、はい、これがまたはいいねんな。ここのは1枚ずつ手で揚げてはんねん。この油がいいねん、はい、早くご飯に家が来てやった、ただ入っていいよ。
これがぜんざいのそば団子になります。こんな感じ、丸めます。ちょっと押さえます。こんな団子が、はい。
しょっちゅう来てるんですよ。この子がね、大阪から来たの。大阪から来たのでいつも食べに来てるから一度連れてきたいって言って連れてきてもらいました。そうですか。新そばの味いかがでしたか？あ、めちゃくちゃ美味しかったから、あのそば湯おかわりしました。美味しかったですよ。本当に美味しいですよ。早く行く早く行くで。大体あの笠法人の方にお参りさせていただいてるので、はい、で毎月来ています。何年で何年か10年ぐらいになるかなと思いますね。今月は特にね、新そばに15日が過ぎてから来ようかなと思いました。野菜が安い。野菜が安い。野菜が安くて美味しい。何回かいただいてるけどね、やっぱり新そばは美味しいですね。あの香りが違うかなと思います。先ほどちょっと店員さんのおすすめで最初ちょっとお塩で食べてみてくださいって言ってくださったので、ちょっと塩で食べたのは初めてでしたけど、それ忘れて美味しかったです。こっち側と比べたら固まってないから、あと手についてるのも団子にしてこれ入れて固めるよ。みーちゃん固めるやで。お父さんに固めてもらってな。はい、固まって固めて固めて固めて。ちょっとまだ粉っぽいですけども、はい、固めるときはあのあちこちあの立ったんだりしないで、はい、あちょっとまだパサついてんな。ちょっとお兄さん固めるよ。寄せないとほらちぎらないちぎらないちぎったらほらバランバランになって、はい、いいよほらどんどん固めて、ほらどんどん練るんだって。あんな風にいつも来はるお客さんと目的が違うの。いや、お母さん枠で来てたらいいかなって、楽しみたいね。楽しみで楽しみ。でもそうね、そうね、いいね。はい、伸ばして、よう伸びた。お、えらい、よかったわ。斜めに入れます、立てます。入れます、立てます。入れます、立てます。まあ、45度いうこともないけど、だいたいこのぐらいかな。で、こうしたら、くっとこう、行くね、向こうに。ほんで、またいい加減にこう出てくるから。あ、それそれ。わかる？これな。あ、なんか角度がそう。ちょっと厚すぎたのかもしれないですね。うん、これはな、これが勝手に動いとってる。この子はこの子によって動かされる。わかる？もう添えるだけです。うん、添えるだけ。